いいっっぱスピーががああるような部屋てその真ん中にそうういウェイティングルームみたいなで小切れな姉ちゃんが受付にその真ん中にこう今度連れてってくださいで小切れな姉ちゃんがいるすぐ行きたいみたいなこうやって「えって言って座ったらバキッて言ってから「ああやばい」ってこうやってずっとこうやって待ってて次の人がそれたけで本格的にバキッてやるから それじゃ黙ってたんですねエえクスさんすみませんあとちなみにゼップ福岡のソファーも壊しましたあのごいはとはい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 なんかちょっと遊んでたわけはいはいはいあのあのなんだろうえっと楽屋で。はいはいはいで一人がなんかいは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 いっいはいはいはいしかもいはいはいはにはいはいっい最後に俺がわはっていはいはいはい <laughs> ダメじゃな俺らより俺らよりマナー悪いっすよそんな大人としていけないんだけどホントすいません、うん、俺なんか結構その控え室とかですぐ大おとなしくてもうみんな黙々と黙ってこうあの知らない本土のバンドさんたちとこう一緒な時もこう <laughs> そうそうそう,そう東京でも挨拶しに来た時、うんねうちの,あのおじさんがね俺 なんかヘビーロック系なのにみんなおとなしいねそうなんですよもうめっちゃおとなしいんですよね,ね酒飲まないのみたいないや本当は飲んだらただうざくなるんですよめっちゃ <laughs> 飲めはするんですけど飲んだらもう始まっちゃうのであ<ー>あね人に迷惑 <laughs> いやちゃんとしてるなと思って <laughs> いやいやだけど結構ツーサイドってあの飲むとこう人に迷惑かける人ばっかりなので抑えが効かない人 荒れる人もいればもうあのだらだらになって人に迷惑かける人もいるしもうなんかもうんていうんですかあの店ではやめたしい飲まない方がいいっていうとこなんですよそれで後で後悔するぐらいだったらみたいなのあそっかそっかそうなんですよそうなんですよよかったじゃん今度あの迷惑こうむってもいい時だけ今度一緒みんなでまた飲んでそうですねあそこで大西さんには一人だけちょっと飲まずにケアする人やってもらってよろしくね俺相当飲むから <laughs> 始,ま始まると大変みたいな持たなくてもちゃんと自分で帰るから俺 <laughs> あまり酔わないからこの前なんかドナンを飲まされてお兄さんもちょっとその飲みの場にいたんですけどドナンをショットでずっと飲み始めたもう止まらなくなってあとバンバン飲んでたんですけども気持ちもうねもうあの最後は大変なことになってました <laughs> 60度ぐらい、ねうん、なんかねサポートのギターギターじゃんサポートのドラムをねもうずっと説教しまくるっていう。<laughs> なんか <laughs> ああバンバンって言ったら俺世の国のルーツなんだけど一回も飲んだことないあ本当ですか、うん、もう俺も初めて飲まされたんですけどまたこれがめっちゃ臭いよね,ねなんかいやもう飲んだ瞬間や焼けるようなあれじゃないですかあれ最初あ,あの藁に包まれて、うん、も,うもう始まってもうあこれか今日の <laughs> あのここだったらもう飲まんといけいんと <laughs> バンバン飲んでみんなどんなでお酒で失敗したりしないの お酒で失敗するの？あ俺はあんまりないっすよ全然。本当。結構飲まんよねでもね。そうですね。なんかもう,うわあ、酔っぱらってもう死ぬほど飲みやない。さあ<う>やろう。<laughs> 怖い俺みたいにあの酔っぱってアベニューの柱に挨拶しよう。<laughs> <laughs> あるさ白い柱にあれに俺を向かっておはようございますって言ってたらしい、夜中。うんそういうのやっちゃいますよね <laughs> 飲み過ぎると。<laughs> やっば。 イスの前で、俺は自然に切れたりしますなんかあの毎日とかで寒かったよなんだこんな寒いわずっと怒ってるらしいでの風に向かって大丈夫これでこんなんでいいんすかねまあまあまあちょっと音楽の話した方がいいなやっぱりそうですねそんな音楽の話そだもんね音楽まあ音楽の話が多まあ全部経験を未来に伝える音楽番ああそっかそっかどどうすれば俺の経験伝えてためになる ね、なると思います。そう、とてもはぐれもんだよ。<laughs> <laughs> だけど、どんなでした、あの、またじゃ、ちょっと2001年とかの、まあ、俺が地獄入りながら <laughs> の。えっと、スポンやりながら、こう、はいだ上で、かたやはいだ上で、かやなんか、こう、ツアーもあったり。してる時期なんですけど、うん、その時俺。で、その時は、こう。あの、あれでしたよね。オレンジレンジを、まず、こう、全国発売じゃなくて。 県内メインでこう CD も発売させてやってましたよね。うんうんうん、沖縄限定発売でジャケットもそのままで。はい、うん、はいはいはい。犬のやつでや、うん。うんそうでしたよね。そうそうあの<で>アトロンさんと組んでね。はい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 。そうですよね。うん、これで俺覚えてるのが、うん、あるフィパッとテレビこうつけたらキリキリマイキリキリマイつってあのやってたんですよ。でだ誰？とか思って最初本当にそのシーン を見た時に初めてことない子たちがこうテレビに出たんでうん、うん、誰だろうとかもいなが知ってるやつやっぱなんか気になるじゃないですか <laughs> いないかなと思ってこう見てたんですけど、うん、なんかあの当時のこの「オレンジレンジ」をこう出した時ってすぐやっぱりこうレススポンスってありました最初はいやも,もともと彼らはやっぱ小座で「うんうん、のテレビズナイト」っていうのをはい、はい、やってたんですかやっってて面白かったのが ライブなのに、うん、やっぱヒップホップのダンスを入れたりあと面白いの BM は BMX はははど,ど。でそれでレンジの自主イベントで250ぐらい入れああすごいっすね結構セブンスとかだったんすね、うん、ああなるほどなるほど俺まあその時ハイダーウェイ界隈だったから <laughs> あほら大体いいあそこ高校生の時にそうですねそうですね俺はもうハイダーウェイでもう外人だけみたいなあのゼロセンとかと一緒にガ <laughs> <laughs> ーッてやってましたね いやでもあれもすごく俺も好きだしただそのレンジにあったのがだからそういうなんかその音楽性でじゃなくてなんか人間性だったんですね最初はでもやっぱりなんかこうその時は大変でしたそれとも割とポンポンといく感じだったんですかいやでも最初はねもともとど素人でしょうじゃあもうイベンターもうからない流通もうからないからない ラジオに知り合いいいもなテレビにもましてや知り合いいないどうするかとりあえず卒業記念で作ろうって知り合いのイガルサウンドスタジオっていう淳さんに「すいませんちょっとまだ高校生なんですけどちょっと予算もないから1週間でアルバム作ってくれませんか」ってってで俺預けて営業行ってたから仕事しないといないもうそのまま営業に入ったんですねで出来上がったのがまあまあ高校生だからこんなもんでいいかって思っててでただもう 要はその同い年である HY が結構こう行ってた、ね、あそっかあいつらあれなんですね同い年ぐらいなんですねそう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 でレンジがね2月の22日に発売してででも HY はね3月のその1か月後の3月23日にギルマンカヒー公園でワンマンやってたんだよえええ一応でもあのストリートライブやってましたもんね、うん、そうそう,そうあとストファイもついてこうはい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 やってましたねたでしょうあそうでしたそうでしただからちょっとこう 元野球部だからちょっと「あれ?」みたいな「いけるよな」ってなってそれでまあちょっととりあえず機材だけ買わしてもらってストリートの本当にこんな手だけとかシャぼいギターとか全部持ってきてそれを自分がちょうど盤持ってたからあれ全部包んでそれでとりあえずストリートやりながら。で これねなんだっけなどっかの学園祭、えーとね、専門学校の学園祭に、はい、こうレンジを連れて行った CD 発売でその時にあ,のある有名な二人組ユニットの <laughs> はいはい、はい、某二人組ユニットの骨やらの有名な CM ソングもやってる人が出ててそこにあのうちが自作で作った PA 機材を入れるから。 そのレンジもやらせてくれないかって交渉してじゃあい,いいですよっつってじゃあそのギャラはもうなしでいいっいことでレンジを入れてもらってそれであのその人たちと、まあ、要は対バンみたいな形でやってもらっ、うん、したんだけどはい、はい、で扱いがやっぱ違うわけはいはい、はい、もうホニャララさんはそうですよ、ね、ららう校内放送でもバーって人を集めてくれて100人ぐらいの中でライブすら来て。 っしゃ俺たちだと思ったら、いきなりそこにこう、間がいて、ガランてなわけ。俺たちの時はもちろん当然、放送とかって、やるのかなと思ったら、はいどうぞ。運転の差があるわけですね、その時二人の。しかもね、そのホニャララさんに挨拶に行ったら、あうん、あみたいな。あ、お疲れ、みたいな。 で、で、みたいな向こうの社長さんにもなんか自分が PS PA する予定でで、そのネラらさんの時に「ちょっとお前どけ!」って言われて「はぁ?」って言っらもう自作だから絶対人が触れないぐらいの PA でやってたからちょっと生意気に入ってきてからやろうとしてからわからんなやれみたいな言われてからもうそれもイライラしてるかしかもその扱いでしょでその後反省会で。 えあれぐらいは抜こうとむうんうん、うん、かつくでしょ大したことないやしみたいなぶっちぎろうっつってもでもまあそう何くそ大事ですもんねそうそう,そ,う,そ,うそれでもう始めたのが「ギリラライブ」と「チラシ巻」きでも実はそのなんだろうな俺も「オレンジレンジ」っていうバンドとほとんどこの最近になってようやくこの山嵐とこの前2年ぐらい前にやった時からあいつらがこうライブに遊びに来るようになって。 まあ少ししずつ話してこの前もライブにベースのよう来てたりしてあ、うん、まあちょっとそこで話をしたりとかするようになって、うん、なんかこう交流が持てるようになってきたんですけどなんかそれまで「オレンジレンジ」の印象っていうのがあんまりどういういバンドなのかよくわ分かんなかかかんったん <laughs> 正直なところ <laughs> どういうバンドかよく分かんなくてでやっぱシーンの中にこういても関わることが交わることが一切ないっていう状況じゃないですか。うん だから、まあ、うんどういう人たちなんだろうとか思ってたんですけどただこのなんだろういろんなところで俺らもまあ自分たちでこうレーベルやり始めるようになってあのチラシを巻きあのポスターをこう貼ってもらうための営業に行きあの流通のとこにもこう行くようになってくるとだんだんまた崎原さんんがやっってたたこととかこう聞くよようになったんですよね、うん、こうあと「オレンジレンジ」のメンバーたちがやってたことっていうのをこう聞き始めた時に、まあ、彼らが。 これはとあるローソンでまあ多分俺らがやりすぎてもう,もうあのバンドさんたちっ貼れなくなっちゃったと思うんですけど多分オレンジレンジが一発目なんですあの自分たちでローソンとかに持ってって貼ってもらうっていうのを戦法をスタートしたのでで俺らは自分たちが初めてだと思ってたんですけど行ったら <laughs> そういえばオレンジレンジっていうバンドがあの何年か前に。 こうやっててててて持っっったたよって言って店長さんの人が言ってくれたりしたそうそうえマジあいつは自分たちで動くことってやってたんですか?」って言ったら「うん来てたよ」って「えメジャーなのに? <laughs> と<う>の <laughs> まあ」それはあれなんですけどそれでやってたっていう話聞いた時にあなるほどなって思ったんですよ。なんかこの最初の一発目出した時って言うとその沖縄県内だけでスパイス e 崎原さんだけがこう本当に一生懸命こうレンジと一緒にやってた時期ってあったじゃないですか。なんかその時期は 本当に崎原さんとレンジのメンバーでこうみんなでいろいろ配ってやってたんだなってなった時にちょっと,こうょっと胸キュンじゃないですけどわかります頑張ってるやしでて言、ね、やっぱり人はどうやってもどうした、まあ、自分も含めてなんですけどうん、うん、いい部分はよく見えたりするんですけど後ろでだけどそれ見せてもしょうがないんですけどでもそういうのがこう。 やっってたでもその瞬間からもこのなんかオレンジレンジっていうバンドに対してなんやねんとかいう感覚 <laughs> 全くなくなったっていう <laughs> あの <laughs> 誰やねんじゃないですけどううそ,のそういう感覚が全くなくなった。<laughs> で